なるようになるさ。おーかっこいい。なんか20代の頃は早く30代になりたいってすごい思ってて、その時にまあいろんな先輩とかからも話聞いてる、30から本当に役者って脂が乗ってくるし、いろんなことが楽しくなってくるよっていうお話を聞いてたから、もう29歳とかすごい中途半端な年だと思って、もすげえ嫌だった。だから早く30になりたかったから、30になったらあ本当だと、いろんなことになんか余裕が出てきて、いろんな仕事が楽しかったりとか、いろんなことにチャレンジしてみるっていうことが楽しいって覚えてきてたから、でもうちょっとで40が近いから、はい、まあ、40になったら40のなんか新しい自分が出てくるんだろうなっていう。もう全然もう懐が違う